よし、録音始めましたということで、じゃあ、はい、じゃあ一斉の背で動画を再生しますかね。そうですね。今、うん、00になってるので、はい、なんてアナログな、よろしいですかね。いきましょう。はい、じゃあいきます。一斉の背。おい、タイトル出ました。何秒ですか今。若い人、今10秒になりました。あ、マジですか。12、13、14。あ、でもそんなぐらいです。まあ、右はっていう。あ、じゃあまあ大体このぐらいで。まあまあ、よろしく、はい、よろしくお願いします。じゃあ録音。あ、すごいアナログな収録。いや、ちょっとソフトね、使い慣れてないんで。入れてみようかな。いやいや、企画お疲れ様でした。いや、ありがとうございます。これなんか動画完成したよって言われるまで誰が作った曲か全然わからなくて。そうそうそう、僕もまだなんか新鮮な反応したいなって思って、はいはい、音が聞いてないんですよね、いまだに。ああ、本当に。だから今この画面見ながら初めて音聞いてます。うん、おー、うん、僕はもう早速出来上がったところからもう見まくってます、ね。ただ面白くて面白くて、どうやんだか、ね、どうなるんだろう、見まくってますけどね。まあ、ピアノと一つ悔やむべきは、とりあえずね、使うだろう。みんな他の人の動画とか見ると、はい、ボーカルの人も結構メイキングを撮ってたんですよ、ちゃんと。あ、そう。でもなんか僕が企画を聞いた時は、うん、なんかボーカルの人もなんか歌振りでいいから動画撮れるみたいな感じで言われて、確かに確かに、あ、歌振りでいいんだったら撮りますみたいな感じで、もう本当に撮り切った後にの音に合わせて振りの、動画を撮るしかやってなくて、もうちゃんとメイキング撮っとけばよかった。僕も今これはメイキングの動画ですね、うん、めちゃくちゃ中身を見せてる。もう僕はね、これ何をやってるかさっぱりわからなくて、結構でもね、うん、ちゃんと曲になってってすげえなーって。そう、この動画編集も音なしでやったんで、だいぶいきなり飛んだんすけど。なんか、あ、動画編集も音なしでやったんだ。そうそう、すごいな。8分音符の基本的なバッキングを今これ入れてる最中です。なんかそう、音楽的な、なんかその作曲の知識とかが全くないので、この中で出てくる用語とかが全く理解で分からない。そう、なんか言ってますね。からの G7 フラットサー、 G7 完璧でしょ、サーティーンズとか言ってますね。ここはまあブリンってアルペジオを入れたり、これってなんてね、うんうんうん、今この辺まで来たら一回ヒューマナイズをかけます。でも結構頭の中で作りながらイメージってできるもんなんですか。まあまあ、でもなんかドレミファソラシドぐらいだったら頭の中で再生できるじゃないですか。おお、ダン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 って、その音を自分でたどりながら、シンセ系のどのくらい音飛んだかなっていうのをイメージして、うん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 、あとまあ基本のいつも使ってるパターンみたいなやつの、まあ安パイなんですけど、はいはい、それを使ったり、うん、こうやって並べていけばこういう音になるっていう、そう、今までの経験で、何しようかな、うん、すごいな。なんか俺バッテリーはほんと使ったことないんで。ちゃんと曲になってますもんね。ほんとっすか。ちょ、まだね、全然聞けてないとか。え、これが初聞きですか、じゃあ。そう。で、なんかピアノはいつもの手癖でやったんで、はいはい。ドラムは普段使わないちょっと、電子系というか、をチョイスしてみたんですよね。大体ここなんだよね。どうなってんだろう。楽しみ。これは僕もじゃあゆうさんの新鮮な反応が見れるってことですね。そう。今でも一瞬再生した音めっちゃ良かった。まあかっこいい曲になってるとは思うんだよな、ね、うん、あ、じゃあ僕の載せた歌もまだ聴いてないってことですよね。
そう、波形でしか見てないですよ。いやめっちゃ綺麗な波形でした。超恥ずかしい。すげえ恥ずかしい、ね、もういろいろなものが公開処刑な企画で、うんうんうん、本当にここハイハ、いやまあボーカルの話は後で、あのボーカルのターンになった時に、ちょっとね、あ、かっこいいかっこいい、ラップじゃな、めちゃめちゃ綺麗な、あの、まあ、先に聴いちゃってるから言いますけど、めちゃめちゃ綺麗な曲ですよ、これ。いや、これめちゃくちゃかっこいいぞ。うん。普通になんか、あの、メロディーとかも決めてもらって、うん、歌詞もちゃんと考えて、うん、や、あの、一曲、ちゃんとなんか、やりたいっす、これは。あ、本当ですか。やりましょう。後でね、リメイクしたいです。まあまあそれもね楽しそうですよね。うん、リメイクちゃんと聞きながらあのやってみたみたいな、うん、やりたいですね。いやでもこれ目隠しでここまでできるのすごいですよ。すごいな、すごいな、自分で。誰ね、まだこの音源は65誰ですか、この企画考えたの。本当に今これベースをなんかピアノのトラックからコピーして下だけ残したっていう手抜きパート作ってますね。あ、ベースってこうやって作れるんですね。ノイズちょっと多めにしとこうかな、味を出す。なんか先に中地元めさんのやつ見たら同じ音源使っててちょっとあ、親近感。これがちょっと軽くてね、これ今何入れたんだろう。いつかのセールで、あ、ストリングスか。オーケストラルコンパニオンストリングスの動画も音声初めてで聞くからなんか自分が喋ってる声もそう、あのこの時何喋ってたっけみたいな、これ言うてももう1ヶ月前とかですもんね。アンサンブルの、そう結構時間経ってるんですよ。この辺使うとストリングス使うといいんですけど、ちょっとあれですよ、今日提出ですよこれ期限この録音ギリギリを攻めてますね。ギリギリを攻めてますね、はい、お、ピッチカートが入れ終わってる。え、めちゃくちゃいいわ、センスある。いや、いいんですよこの曲、すごくいいんですよ。いやいや、なんで僕こんな上から言ってんだろう。いやでもね、ほんとどっかでちょっと地味にミスっててほしいんだけど、絵的には、企画的には企画的にはちょっとあの、混沌とする部分があっててほしいんだけど、なんか完璧な安排ではなく、お、決まってる。なんかこの半音とかも意識的に結構増やしたんですけど、じゃあこれ C のキーじゃないんだってば。いけてるの。めちゃめちゃ綺麗ですよ。まあ音量の変化ですね。これ今音量のグラフを書き始めるんですけど。はいはい。これは本当に再生しながらじゃないと意味わかんなくなるんですよね。もうこれ本当感覚でじゃあ書いてるって。そうそう。これはね。ここでちょっと盛り上がってみたいな。そうですね。のこの上下の波の幅で割と音量が変わるんで、すごい感覚でやってますね。確実なのはドリームスラッシュドを入れてあげる。いつもはもうもっと結構あのシビアにっていうか細かく、そう、書いては聞いて書いては聞いて、うんうんうん。ちなみにこれこの録画時間で、うん、あ、そうだ作ったって感じですか。右下にねタイマー入れといたんですよ、はい、なんか1時間ぐらいで作りたいなと思って。失礼しました。この55分、今20何秒とか59分とか、そうそうそう、これが実際のかかった時間ですね、作業時間で。そらしい。なんか後ろですごいそらしいとか言ってる。イメージを口に出してラがまずおかしい。いやでもイメージ合ってますもんね、自分のイメージと。すごいっすね。できるもんなんだな。いやさすができる男は違いますね。も
もうちょっとください。ここも音量書いてますね。はい。保存に聞いてもらうということで。いや、いいなぁ。めっちゃかっこいいなぁ。すごいいい。はい、じゃあこれで書き出して終了にしたいと思います。お疲れ様でした。終わりました。1時間8分、作曲パートが1時間約10分ぐらいで作曲パートを、素晴らしい、素晴らしい。いや、これはね、完成度高いですよ。音聞かずに70分で謎の2ボーカルパートですね。いやー、ボーカルパートですね。結構ここからね。でもなんかこの指定のトラックっていうのがベースだったじゃないですか。はい、ベースでしたね。すごい、それはラッキーだったのかなと。うーん。もう丸日って何ですか。はい、あの、顔隠してる。若干顔隠してる。で、目は大丈夫です。目は大丈夫。いや、いい歌だな。いや、あの、一番時間かかったのが、うん、作詞です。そうっすよね。そう、え、なんか目についたものを歌うか、真面目に歌詞考えるかどうしようかなみたいな。最初の5秒聴けたじゃないですか。はい。でもうそれを死ぬほど聴いて、まずキーをこれのキーだろうなっていうのを、素晴らしい、そう決めて、でベースのがよく僕分かってなかったんで、あー、 YouTube であのなんかベースの作り方みたいな、え、めちゃくちゃ動画を YouTube で見まくって、あー、こんな感じだろうなみたいな。いや、すごい、それは完全に感覚でやってると思って思いました。結構ね、あの、予習するタイプなんです。すごい下調べが。下調べ。いや、めっちゃいい声ですね。ちょっとここで重ねてを入れて、うん、なんかベースがちょっとここで盛り上がってたんで、確かに、あ、こんな感じかな、入りこんな感じかなみたいな。ただこれ自分が撮ってる時、自分が録音した声も聞いてないので、自分が、そうか、そっか、そう、自分の声が頭の中に残ってるうちに、いや、今の違うな、あ、や、今の違うなみたいな感じで。そうですよね。そう、一緒に再生して違和感があるかとかは確かめられないっていう。そうなんですよ。だから自分の頭の中に残ってる、あ、今あそこ外したかもみたいなので、うん、あの、リテイクはしてって感じですね。いや、ありがとうございました。いやいやいや、いや、これメイキング撮っときゃよかった。すごいシンプルに。いや、もうミックスってこれ何してたんだっけな。これなんかね、結構ね、褒めてくださってるんですよ。恥ずかしくなります。あー、そっか、まず2つあるのにびっくりしてたって。ああ、そうそうそう、あの、なんで2つなんだろうって思って。あの、サビで重ねてるところが入ってたので分けたんですね。そういうことか。なんかハモリとか にしちゃおかしいし、そうそうそう、間に入ってるしみたいな、うん、何のパートなんだろうこれって思って。でもなんかサビの入りは あのすぐ分かったので、お、ここまでが A メロ B メロ、こっから先がサビかなみたいな。これ今目で波形を直す作業ですね。まあ直すって言っても、え、これなんか自分でメロダインとかかけました？あ、何にもかけてないです。撮りっぱなし。え、すごい、めっちゃ綺麗なんですけど。撮りっぱなし、うん、僕あのピッチ補正とか自分でできない人なんですよ。そう、なんか若干補正してから来たのかなって思ったぐらいの、いやー、嬉しい、整い方で。あれですよね、迷いがなくなるまでリテイクしたので。いや、ほんとなんかね、見た目がもう綺麗なんですよね。これ今これは
メロダイン。そうですね。でなんかこの曲が多分 E メジャー、 E フラットメジャーなんで、ちょっともう忘れちゃったんですけどそれに合わせて今自動的に直したんですけど、なんか半音動かしてるところもあるんで、はい、そこだけ後で多分微調整が入ると。あー、なるほど、こうやって補正をしていくんですね。うん、初めて見た。自分がなんかミックスとか依頼するときはもう全部投げっぱなしなので、こう作業現場を見ることがないのでね。でも僕の自分でこういうね、うん、作業をほんとシンプルにやってると思います。すいません、半音下げました。いいですいいです、もういじくり倒してください。いやでもなんか補正で多分動かしたのを元に戻してるのかもしれない。何やってるかもよくわかんない。自分でも。これ今何やってんだろうな。あ、そう、ピアノの画面見て、はいはい、キーのその E フラットメジャーキーじゃない音を使ってるとこ探して、うん、なんかそのキー以外の音使ってたらボーカルの音がぶつかってないかっていう検証を、お、見た目でそれを視覚情報だけでやる。いや、かっこいいっすね。いや、かっこいい曲ですよ。まあ、僕が適当に決めたメロディーが乗っかっちゃってますけど。いやいやいや。ここちょっと いじった感じですかね。多分。なんかちょっと自分が歌ったとことはちょっと違う感じが。なんかエモかったですね。エモかったですね。ここでこれはあれだ、音量をちょっとなんつうんですか、ダイナミクスを抑えるやつを入れてます、はい、ちっちゃい音を大きくするやつです。うーん、すごい解説が入ると本当に面白いですね、見てるのが。でリバーブもちょっと入れて、もうこれでも全部プリセットですけどね、なんかいじるの怖いんで、これも DTM やってる人の中ではもう神様的な、ニュートロンっていうソフトで自動で、あ、でもプリセット選んでんのかな、なんかボーカルのプリセットでイコライザーとか、はいはい、コンプとかをかけてますね。フィメールボーカル、あ、ベーシックなんとかって書いてありましたけど、そうそう一番ベーシックなやつでも、はい、当たり障りない感じで、なるほど、なんかもう平均を取っていくみたいな、とにかくこう安牌に置いていくみたいな。攻めるのはちょっと編曲までにして、人の声いじるのはあんまり冒険できないなと思って。確かに人のって思うと、そう、なんか音質悪くしたらどうしようとか。お、強さが目立つって言ってますね。そうですね、波形でちょっとドカンと出てるところ、そうそう、ちょっとね、うん、ちょっとそこ気合入っちゃったんですよね。これはなんか切り張りして、あ、切り張りっていうか切って音量を下げてますね。あ、もうこれ書き出してんのか、早い。まあ結構だいぶざっくりカットしてたんですけど、基本この自動でやってくれるソフトで音圧調整とかもしたんで、お、早かったですね。完成版ですよ、完成版。いや、聞きたい。いや、いい、いい曲。いや、いい曲ですわ。出だしがいいですもん、まず。ピアノちょっとでもバランス声もっと欲しいな。ピアノうるせえな。
や曲としてはすごいいい。いやなんかハマってますね。ハマってますね。ハマってますね。いやちょっとボーカルちっちゃいのか申し訳ない。いや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 、もういいんですよ。かちょっと隠れてるぐらいがいいんですよ。もったいなかったな。あ、ここかっこいい。あ、いいな。え、全然聞けますね。いや聞けますね。めっちゃいい曲なんですか。いや割といいですね。なんか音量バランスだけちょっともったいなかったなって思うぐらいで。ねえ、いや曲としては、あ、てか動画終わりましたね。あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。いやーすごい完成度高いですよ。いや思ったよりすごいいい出来ですわ。